アマーリエフォン・レルヒエンフェルトアマリエフォン・レルヒエンフェルトは、帝政ロシアの貴族女性、外交官、アレクサンダー・フォン・クリューデナー男爵の妻、彼の死後、フィンランド総督を務めた、ニコライ・アードラー・ベルク伯爵の妻となった。アマーリエは、トゥルーン・ウント・タクシス公夫人テレーゼの不義の子として、ダルムシュタットで生まれた。テレーゼの夫、レーゲンスブルクを治めるトゥルーン・ウント・タクシス公、カール・アレクサンダーは、 ナポレオン・ボナパルトの下で働く軍人で長期にわたってパリに滞在していた。夫の不在時にテレーゼはバイエルンの外交官マクシミリアンフォン・レルヒエンフェルト伯爵と熱愛に陥りアマーリエを見ごもったのだった。ジップのレルヒエンフェルト伯爵は1809年に亡くなりアマーリエはテレーゼの遠籍シュテルンフェルト家に預けられシュテルンフェルトの名を名乗っていた。後 レーゲンスブルクのテレーゼのもとへ連れて来られると、母は彼女の姓をシュタルガルトとした。結局、アマーリエはデルフィエンフェルト家の世話になることになり、レーゲンスブルク近郊の城カミュンヘンで暮らした。1823年8月、ヘッセン大公ルートビヒ一世は15歳になったアマーリエにデルフィエンフェルト姓の使用を許可した。しかし、紋章を使用することは許されず、 家系図からも除外された。これが母テレーゼのジョージの代価だった。14歳の時、アマーアリエは、サンクトペテルブルクからやってきた、外交官、ヒョードル・チュッチェフと恋仲になった。しかし、ヒョードルと死を交換し合うほどの中でありながら、彼女の心を捉えたのは、同じくロシアの外交官で遥かに年上のクリューデナー、男爵だった。自身の出生の暗さに、コンプレックスのあったアマーアリエは、 若くて何の称号もないヒョードルより、バルト海沿岸に移住した先祖を持つドイツ系である男爵の方が魅力的だった。1825年にアマーリエは男爵と結婚し、翌年に長男ニコライを授かった。クリウデナー男爵とチュッチェフは同じロシア外交官の肩書きを持ち、どちらも近所に住んでいた。彼は家族同士の付き合いの上でアマーリエと会うことができた。 バイエルン王ルートビヒ一世とその弟カール王子はアマーリエの美貌に魅了された。ルートビヒ一世は画家ヨーゼフ・スティエラーにアマーリエの肖像画を描くよう依頼した。1828年に仕上がった。この肖像画はミュンヘンのニンフェンブルク宮殿で見ることができる。1836年4月、クリューデナー男爵一家はロシアへ帰国した。彼女はプーシキンと関わったり、 自分を熱愛したベンケンドルフ博をカトリックに回収させたりとロシア宮廷でも話題の人物となった。1848年40歳になっていたアマーリエは母テレーゼと同じく罪深い行動をとった。3月17日に諸子を出産したのだった。ニコロと名付けられた赤ん坊の父親は29歳のニコライアードラーベルク博であった。彼は スウェーデン貴族を父親に持つ外交官だった。子供はニコライ・ベニアブスキーの養子にされた。クリューデナーはスウェーデン王の宮廷で養殖を務めることになったが、アマーリエは病と偽ってサンクトペテルブルクに留まった。二人は二度と会うことはなく、1852年、クリューデナー男爵は高速で死んだ。アマーリエはアードラーベルクのもとへ走り、 二人は1855年に正式に結婚した。クリミア戦争になると、アードラーベルクはシンフェロポリ及びタブリダ県の総督となった。戦況が悪化し、クリミアには親を亡くしたよるもののない子供たちが溢れた。セバストポリ包囲の間、不傷兵らと一緒に戦災孤児たちがシンフェロポリへ連れてこられた。シンフェロポリ氏は1848年に、 孤児の養護施設を開設しようとしたが、資金の不足などトラブルが続出した。アマーリエは、自身の思いやりから、官僚主義や形式にこだわらずに、1854年12月に、シヒデ施設を開き14人の孤児たちを受け入れた。1866年から1881年まで、夫がフィンランド総督となると、アマーリエは同行して、ヘルシンキに住んだ。 1881年、皇帝アレクサンドル2世紀の暗殺後、アードラーベルク伯爵夫妻は、幽イを、終わりの住処とすべく移住した。最初持ち家がなかったので、アマーリエの暴風の家に住んだ。その後土地を求め、テゲルン製に家を建てた。アマーリエは、そこで1888年に亡くなり、地元の教会墓地に葬られた。ありがとうございます。